ろしくお願いします。こんにちは、化け物のムーマです。いきなり正面フォーカスということで超簡単になんですが、今回のミュージックビデオの照明について軽くご説明させていただきます。今回の撮影では M2 デザインさんに照明をお願いしました。まずはワンダーミュージアムさんは2階建てになってまして、ちょうど学校の体育館のような構造です。なので照明を吊り下げるための支柱を2本2階にまたがしてます。そして下のレールを組みフィルターをつけた状態です。各所ねしっかり控え取ってくださってまして安心です。万が一ね落ちちゃったりしたらもういい映像どうのこうのなんて話じゃなくなっちゃいますから、安全ありきなんで。だから素人じゃ無理ですね。後からね、サッシー君に聞いてみたんですけど、今回どうやって発注とか説明したのって。バンドメンバー全体を覆えるぐらいのでかい照明を天井にぶら下げたいんです。で、上見えたらダサいんで黒い円柱状にしたいんです。って言ってんって言ってました。ちょっとバカそうでやばいっすよね。びっくりしたんですけど、まさかのね、たった二言の発注でした。この説明で出来上がったものがこちらです。さすがの一言です。ありがとうございます。真ん中捉えてないな、常に常に中心捉えれるようにしな。何回もやって、真ん中捉えてないな、そうそうやって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 、そう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 、あ、行き過ぎ行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ、真ん中真ん中、ほらブレてるブレてる、行き過ぎ、はい、次常に真ん中捉えて、鬼教官だな。そうですか、常に真ん中捉えるように、はい、一回合わせたらもうあんま触らん、次真ん中で、次のズーム真ん中で、そう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 、動いて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 、真ん中に行くように、あ、行き過ぎ行き過ぎ、あ、ゲッツ投げろ、真ん中に常に予想すんねん、こいつの動き予想したらいけへん、こう動くのよ、予想して動いて、じゃこっちに行こう、予想して予想してこっちに行くんやな、こうしたらこうやって行けへん、ここ持って安定した動きでこうやってこうやってほら真ん中に常にこうやっていける、こうしたら見て見て、常にズーミーが真ん中におるやろ、こうやって予想して動くね、こいつの動きをほら、常にズーミーが真ん中でピント回ってるやん、これが理想で、ブレてないできる、やってみて、はい、次、はい、なんか押したり、あ、今 PF モードなってるっすか、ちゃんとここで確認できる、今 POV モードなってるっすね、ここボタンあるじゃないですか、ここを2回押すと基本的に POV と PF で、ここでたまに F と POV やっちゃうと、あの戻そうとするとあの PF モード入らないんですよ、あこっちで PF にしたら確実に PF に2回で入る、ズーミン、はい、立て立て、真ん中に折るやろ、これで真ん中に取られて、スパルタ
スパルタ。右動いて。動かな。始まらへんで。ライフ。右ライフ。右。はい、右。そう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 。あ、左にずれてきて、左にずれてきてる。いや、そうなったら、グンってあれやろ。その分、ほら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 、それでスピード上げてみて。縦の揺れる、揺れてる。足の手の揺れも。手の揺れって、揺れない。足、ガタガタ歩かない。忍者みたいに歩き、忍者やと思って、自分を。忍者やと思って。これ、ここは宇宙やと思ってる。影丸さん、影丸さん。そうそうそう、忍者やと思って、足、忍者やと思って。忍者みたいに。そう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 大変さを真ん中、2、3、真ん中にトライしてあ、これ取れてる、5、確認なんかそう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 はい、確認あ、なるほどね、はい、その先立ち、その先立ちその先立ちしてる下出てる、下出てる下出てるピントは無理なんやピントはまあいけんねんけどピントあれがいるっすねうんまあ線あるからつなげていけるけど次のレベルかなっていうまずはここででもうちょっとしたらピントもやるようにしてこれはだいたいそこまでマスターしたらだいたい人があの数ヶ月かけて覚えることを1日マスターしたことになるからおお。話は聞かへんわ映像撮ってなかったっすよね今撮ったこっちで撮られててもダメなんですか教科書に書いてある絵やろ聞かへんなお笑い八方は熟知してるメンタリーの脳はまだないんかなちょ、とくちゃん、あのこの GoPro のつなげてるホース充電が、うん、たまに切れてるんじゃなくて、回してるとき充電されへんねあ電源入ってるとき充電されへんねこの GoPro がもうでも GoPro の充電ないっすよね止めといて、充電落としといて充電するときは一回止めといたらていうか、徳ちゃん、お腹痛くないのなんでお腹痛くないの、ほんまにあの今言われたからああ戻ってきたあ戻ってきた感じです、うん、今カラオケしたんやっていうまではいけとったはいすいません、うん、もう完全に戻されたあじゃあ今まではほんまにほんまにほんまにいけとったんですね暗示やばいですねああもう今、はい、溶けちゃったもうめっちゃ危険な行為やからこれ想像の中でうんこしてるからめっちゃ危険な行為めっちゃ危険な行為してるから頭の中と現実がうんこしてるからずっと油断したらほんまにしてもらうから
今回の撮影現場、あ、ロケ地を、はい、今回のロケ地、静岡県に行ってきてます。静岡県の富士宮ワンダーミュージアムです。そうですね、そうですね、映画とかのロケ地として使われてるみたいなんです。まあ、建物でもなんとか使わせてもらってます。あ、そうなんですか。3、4回目ぐらいですね。あ、はい、僕てっきり初めてかと思ってました。まだ5分ぐらい、1分も持ってない。さっきの曲5分ぐらいの曲だった。大体1時間ぐらいこれ持てるようにならないから。うんって言ったね。トーマも笑ってたで今。トーマ笑ってる。もういいんですよ僕。とりあえず笑われてなんぼなんで。ね、それやったらもうそんな動きとか気にせずにいいのかな。トーマインスタ撮り撮ってたり。そんなん面白くないじゃないですか。ああ、なるほど、ね、ピントは合ってるのかな。ピントは合ってるんですかね。これすごいっすね、皆さん、あのこんな動きながらピント合わせて、まあ、流れ考えて、ね、まあ一発目からできました、僕は。めちゃくちゃ追ってくる。最初にそれやった時から心を心をいや、折るつもりはないんです。折るつもりはないんです。お、はい、直してずっと行って今ここが俺らの撮っていた場所だけど下を向けない。落とすとこ、今落とすとこやったよ。あぶねえ、2日目でカメラ落とすとこやった。こう、まだ今何分ぐらい持ってんの。7分か、まあだいたい1時間持ってるんだろうな。だからライブ撮影したら長い時は2時間持ってる。マジか。それぐらい筋肉は使う。そうそうそう、あれこっち行きたいねんけど、こっち向くねんな。だから遅いから、こいつが動きが、だから先にこいつをこうやって動かしていっとかな、行きたい方向に。次こうやって行っとくやん。でそっち行きたいなってなったら先にこうやって行っとくねん、手を。でこう行くねん。で次階段登んでこう行っとくねん、先に、一足先に。だから未来を予想しとかな。このズミやられた。ズミがここでちょけてる、ちょけてる。で追っかける、このままこうやって。でそこから階段を降りていく。おお、トレンディー。で次は右に行くから、先に右に行こう。はい、こんな感じです。すごいな、ピント全然合ってない。いやいやいや、予想したん、予想したん、周り見ない、周り見て予想したん。ズミ何してる、ズミが何する、ズミ、ズミどこ行く、手回して、そう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 。あー、マジ無理。けどね、先読み作戦、基本でこの先読みすんの。でこう、こう、僕がこう来て、ほら、周りが、ほら。どういうこと。腰を向けていかない。そう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 。そうそうそう。手を使って。おー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 。いい、左。マジ、俺、できんわ、これ。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。こっち来て、こっち来て、こっち来て、ゆっくりでいいから、こっちで、ちょっと待って、近い、ピンとピンと、あ、それぐらいピンと、それぐらい、ゆっくり、
行くにはそれぐらいで行くで。次右は右曲がんで。はい、ここ右曲がん。じゃあじゃあじゃあまっすぐでいいから右曲がんで。手だけ手だけ腰っすね。そうそうそう。なんなんこれマジで。サッシーさんがこんなに頭を抱えてる。サッシーさんが。貸して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 ちょっと貸して行くで行くでこう今のうまくんこっち来てうまくんこっち来てうまくんこっち来て今のこっからさその階段の方に右曲がるっていう行動するやんかズーム行くで、はい、こう行くやんまっすぐ行ってうんこう来て次右曲がるやろここで右曲がるやろだから先にこうこれ右に行くとくねんこうやってあ大事な部分が見えてないで俺どうしてるうまくは進んでいけるこのまま右に行きたいって時にこんなんなんかこれもこの時も右に行くって時もなんかこんな体がいってるだけもっとこれこうしていいねんからそうそうそう俺に従えそう俺に従え行きましょう行きましょう行きましょうえポジションに今なちゃちゃちゃこっち右に行きたい時にこれを右にずらしてもこれは平行維持する機械やから右に綺麗に行ってしまうやん、うん、右に行きたい時は右手を出すねん、うん、そう左に行きたい時は左手を出す右に行きたい時は右を出すシンプル終わりました。あ、ありました。はい。ごめんありがとうございます。はい。あ、あ、MV 撮影の続き行ってまいります。個人はあそこで撮られるんですよ。そうですね。この辺使ってる分には大丈夫です。全然大丈夫です。わかりました。はい、今見て。それありがとうございます。いえ。